ひょっとこチャンネルへようこそ。当チャンネルでは、私の好きな作家、作品について紹介します。本動画は伊藤潤二紹介シリーズです。参考文献はこちらです。本シリーズでは、伊藤潤二さんが漫画家になる経緯、作品の特徴、他の作品に与えた影響、などを紹介します。本動画はシリーズの3本目、ラストとなります。内容はこちらです。それでは本編に入ります。伊藤潤二さんはキャリアが長いため、映像化された作品も多いです。今年はネットフリックスで伊藤潤二マニアックが全世界に配信されました。漫画を読んでいなくても映画アニメなどで知っていたという方もいるのではないでしょうか。富江シリーズは代表作のため、8回映画化されています。たくさんある映像化作品の中で私の好きなのが、渦巻き、富江アニミテッド、です。では渦巻きについて少し紹介します。監督はヒグチンスキーさん。映画は、漫画の持つ不気味な雰囲気、過剰なまでの恐怖描写が再現されています。アクタミゲゲさんが呪術廻戦で渦巻きを引用していたので、それがきっかけでご存知の方もいると思います。有名なこのシーン、渦巻きになる男は大杉蓮が演じています。次は、富江、アンリミテッド。監督は、デッド寿司、片腕マシンガール、などで有名な井口昇監督です。私は、富江の映画の中で本作が一番好きです。井口昇さんと富江は相性が抜群なんだと思いました。B 級感、アクション、スプラッター、エロス、ギャグが満載で、富江の実写作品として完璧なものだと思います。さて、日本のホラー映画に J ホラーというジャンルがあります。その中でも有名なのがリングシリーズとジオンシリーズですね。これらの作品と伊藤作品との共通点を見つけたので、紹介したいと思います。伊藤作品から影響を受けたと言いたいわけではありませんが、結構面白い一致だと思います。まずは貞子と富江。貞子は有名ですね。1991年に鈴木浩二さんの小説、リング、で登場。1998年の映画で有名になり、その後何度も映画化されているキャラクターです。富江は伊藤潤二さんの代表作の一つで、1986年から2000年にかけて発表されました。さて、貞子と富江にはこのような共通点があります。まず美貌について。映画しか見たことない方はわからないかもしれませんが、小説の貞子は魅力的な美貌を持つ人物です。また、富江も美しい女性として描かれています。伊藤潤二さん曰く、この世で一番美しい女性。他の漫画の女性を描く際は富江より美しくならないように気をつけている、とのことです。次に魔性について。貞子の場合、魔性と言ってしまうのはかわいそうかもしれませんが、小説のリングシリーズでは、貞子の美貌に周りの人が魅了されることにより、様々な事件が発生していきます。富江については、魔性の女、と言っていいでしょう。富江の美貌に魅了された男は、富江のしもべ、奴隷になってしまいます。最後は増殖です。貞子の目的は呪いのビデオによって自身のコピーを作ることです。増殖するための SF 的な設定と呪術的な要素が混ざるのが、小説のリングの面白い部分です。また、富江の目的も増殖です。美貌によって男を虜にした富江は、自分を増殖させるために男を利用します。以上が貞子と富江の共通点です。美貌、魔性、増殖は、ヴァンパイアに代表される古典ホラーの要素ですし、近年でも、明日、面、同じ顔の男たち、など、増殖がテーマの映画が公開されています。
装飾はホラーの定番のテーマのようです。次に紹介するのは、かやこと伊藤潤二さんの短編、屋根裏の長い髪の共通点です。かやこは2000年のジオンで初登場し、以降のジオンシリーズで強烈なインパクトを残したキャラクターです。屋根裏の長い髪は1988年に伊藤潤二さんが発表した短編作品です。ここでは内容の紹介は省きますが、タイトルで半分以上何が起こるかわかるかと思います。さて、屋根裏、長い髪とくればピンとくる方はいるでしょう。ジオンシリーズで屋根裏といえば、怖いものが待ち構えている場所ですし、長い髪はかやこの特徴の一つです。また、屋根裏に潜んでいたものが階段を降りながら追いかけてくるシーンもあります。階段を降りてくるのもジオンの名シーンですよね。こちらは天井全体から髪が生えてくるという不気味なシーンです。ジオンシリーズの原案、脚本、監督は清水崇さんです。監督自身おっしゃっているのですが、ジオンのテーマの一つとして、笑ってしまうくらい幽霊を出す、というのがあります。もともと、幽霊映画は霊をちらっと出してゾクッとさせるのが定番でした。それを破って、幽霊を前面に押し出したのがジオンなんですね。これは、前の動画で説明した、笑いと恐怖は紙一重であり、火力によって変化する、ということだと思います。また、清水監督は2001年に映画、トミエリバース、を手掛けています。伊藤作品と、ジオンシリーズの共通点は以上です。おまけ。貞子 VS かやこ、という映画があります。バケモンにはバケモンをぶつけんだよ、と。フレディ VS ジェイソン、エイリアン VS プレデター、などの影響でバーサスものが流行ったんですよね。実は富江にもバーサスものがありまして、タイトルは、富江バーサス富江、です。原作の漫画に、増殖した富江は互いを攻撃する、という設定がありまして、それもありつつ、流行りに乗ってこういうタイトルで映画化したのだと思います。それで妄想したのですが、貞子バーサス富江、かやこバーサス富江、は難しそうだと思いました。貞子とかやこは幽霊ですが、富江は謎の生物ですから戦うフィールドが違う気がします。しかしながら、エイリアンと富江は勝負になりそうな気がします。どちらも増殖しますし、富江は酸に強いという特徴があります。エイリアンの体液をかけられても耐えられるのではないでしょうか。エイリアン VS 富江、見てみたいです。次は、伊藤作品はこういう人が楽しめる、を紹介します。3つのポイントにまとめました。では、1つ目の、理に落ちない話を楽しめる人、から紹介します。先ほどの伊藤潤二作品の特徴でも紹介しましたが、作品には起承転結のケツがないことも多いです。好きな私でも、ここで終わり？と思うこともあります。この先はどうなるんだろう、と想像力を働かせられることも魅力の一つなのだと思いますが、正直に言うと、理屈の通ったストーリーで怖がりたい人は楽しめないかもしれません。例えば、SF のショートショート、世にも奇妙な物語などに代表されるように、奇妙な世界を垣間見るというのを楽しめる人向けの作家だと思います。2つ目は、怖がりな人です。これは誤解している人が多い問題ですが、ホラーが好きな人、イコール、怖いものを見ても平気な人、だと思っている人がいます。これはとんでもない誤解です。ホラーが平気な人は、ホラーを楽しめていません。ホラーが平気な人は、何が怖いのか理解できない人、想像力の欠落している人、の場合があります。そういう人は楽しんでるわけではありません。やはり、ホラーを楽しめる人というのは、怖いけど、怖いもの見たさが勝っちゃう人、だと思います。当然ながら、伊藤作品は絵の怖さは一級です。
動画では一部しか紹介しませんが、怖い絵が好きな方にはおすすめの作家です。最後に、怖さの中のギャグを楽しめる人を紹介します。作品を読むと、怖がっていいのか笑っていいのか曖昧な状態に引きずり込まれます。せっかく怖かったのにギャグがある時が抜ける、緊張感がなくなって嫌だと感じる人は伊藤作品は好みではないでしょう。まあそういう人はそもそもギャグに気づく感性を持ち合わせていないと思いますが。伊藤順次紹介シリーズは以上となります。また当チャンネルでは富江のストーリー紹介シリーズを公開しています。興味がありましたらご視聴をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。